今日は、立ち止まらずに、左右の観覧エリアで、作品をご覧ください。会場内ですね、暗くなっておりますので、移動の時にはぜひ足元の方は、十分にご注意していただければと思います。それでは4番目のチーム、京都精華大学マグチームの皆さんをお呼びしたいと思います。それでは拍手をお送りください。どうぞ皆さん前の方にお願いします。チームの代表は川田博さんですね。どうですか、初出場ということで、1年生2年生のチームということで、はい、京都川田博さんの方はジャパン結構面白いですね。不具合じゃないですか。はい、
Can you pick up?
カナダから来れて日本にこういう機会で日本に来れて大変光栄だということを話していらっしゃいます。So, tell us about this, your project. Yes, it's our country. Related to ocean. 海を課題にした里海という作品ですね。
字を間違えて読んでしまいました。申し訳ございません。もう一度心を込めまして、7番目のチームをお話ししたいと思います。札幌市立大学京セラチームの皆さんです。大きな拍手をお送りください。それでは作品をご覧いただきましょう。札幌市立大学クオテカチームの作品でトランザクション。シェイクレア
8番目のチームを読ませていただきます。先ほど申し上げましたが、文書を取り出して読みます。日本工学院八王子専門学校川道大学の2棟のハイブリッドの皆さんです。新名がコーヒー牛乳の皆さんです。大きな拍手を送りください。さあ、25名の皆さんで構成されているので、一番参加者が多いんですよね。どうですか、なんかチームメイク特徴ありますね、コーヒー牛乳。
ありがとうございました。